ピッチング速度っていうのが圧倒的にめちゃくちゃ速いから、それをウェイトレーニングとかに出そうっていうのは無理なわけ、絶対に。ただ、球投げる時の強さとかってパワーなわけじゃん。そのパワーっていうのをウェイトレーニングの中で出せるから、で大事にしてるのはこのボトムでストップさせた状態で1センチ抜いた瞬間にバーンってパワーを発揮するっていうトレーニング、これをパワーゲームして取り入れてます最近は。でその後メインのそのスクワットに関してはもうめちゃくちゃゆっくりしっかり負荷かけた筋肉で、もう重さもだし、重さと回数でみんな考えるじゃん、重さと回数なんだけど、重さ回数時間まで考えて、でめっちゃ深くて、めっちゃゆっくり、超ゆっくり、どうせ速さ出せないんだからさ、野球がめっちゃ速いんだから、それじゃなくて筋肉を、ちゃんとつけましょう、増やしましょうっていうところと、あと筋肉をできる限り発揮させるっていう、パンパンパンしてやろうぐらいのイメージで、時間かけて、もう、パチ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 、めっちゃパワー系と筋肉大系は、俺は結構下半身だったら、やる。俺大学生でもシーズン中でも変わらずやるだろうな。試合に合わせて疲れないようにする。まずパワーゲームを。